浅井月、浅井月、浅井月、つ1971年12月14日隊は、富山県富山市出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、左投げ左が、コーチ、から広島東洋カープのコーチを務めている。父とのキャッチボールをきっかけに野球を始め、小学校3年生の時に、少年野球団に入った。 奥田中学では1年生の時に投手となったが、2年生から外野手を務めた。富山商業に進むと1年夏からベンチ入りし、県大会決勝では途中出場したものの進藤、達也を擁する高岡賞に敗れている。1年秋から中堅手のレギュラーに定着し、2年夏に選手権大会に出場して、初戦で平光一を擁する沖縄水産に敗れた。 三年夏も選手権大会に出場して一回戦で敗退したが、この試合で本レ打ダーを放ったことが良い思い出になったという、俊足高打の外野手として注目され、同年のドラフト会議前には、太陽がドラフト外で獲得の意思を示したほか、社会人野球の IBM 安から内定を得ていた。しかしドラフトで、広島から6位で突然の指名を受け、太陽からは、 社会時に進むことを勧められたが、自身の意思で広島への入団を決めた。契約金と年俸は、それぞれに500万円、360万円、いずれも推定だった。プロ1年目のは、春季キャンプで同期の前田智則の打撃技術の高さに衝撃を受けた。同年は、千代丸秋彦、水沢秀樹、全館拓と共にパイオニアリーグのに派遣され、 58試合に出場した。一つのプレーに対して複数の考えがあると分かり、視野が広がったという。帰国後は二軍で打撃コーチの内田純三らの指導を受けて、猛練習を重ね、4年目の二一軍初出場を果たす。は7月1日の大巨人戦でプロ初本塁打を含む2本塁打、3打点の活躍を見せ、同年は一軍に定着して打率。 303の成績を残した。9月21日の大半審戦で、ファウルボールを打った際に、右手有効骨を骨折で、全治1ヶ月の重傷を負ったが、シーズン2さんでは、339の高打率をマークし、特に大打成功率は、453にも達した。オフの契約公開では1、500万円増の年俸に、900万円。 推定で契約を公開している。これらの活躍の一方で、当時は、同年代の野手に、前田智則や金本智明、小形光一、江藤聡氏がおり、ルイス・ロペスも含めたレギュラーの層は厚く、ポジションを奪うことはできなかった。逆に、代打で結果を残したために、代打の切り札に定着してしまうというジレンマもあった。オフに、3年前のス潮リーグで知り合った女性と、 結婚した。は、ロペスの対談もあり、町田光次郎やティモニエル・ペレスと一類種のレギュラーの座を争った。7月には、金本の欠場を受けて5番打者として起用され、本塁打を放つ活躍で、これに応えている。同年は2年ぶりに100試合以上に出場し、自己最多の75安打を記録した。は、新監督の達川明豊が、攻撃型の打線を施行し、 4月6日の大半新戦では2番打者として起用された。オフには欠場した江藤の代わりにセリーグオールスター東西対抗に出場している。前年の活躍でレギュラーに定着しかけていたもののシーズンの打率は235など成績は振るわず、契約公開では500万円減の年俸3、650万円、推定で契約を公開した。 は4月14日の対中日戦で2本塁打後、打点の活躍を見せるなど、好調なスタートを切った。5月7日の対阪神戦では、カートミラーから、サヨナラ満塁本塁打を放っている。一塁手のレギュラーには5月に再入団したロペスが、定着したが、故障した大型に代わり、外野手として、スタメンで起用された。8月には3試合連続本塁打を記録するなど、 シーズン2さんでは自己最多の13本類四打46打点の成績を残した。は6月の大阪新戦で守備の際にフェンスに激突し歩行が困難なほど右膝が腫れ上がったが故障を隠して出場を続けた。また、オフには富山県内の小学生340人を対象に富山県岩瀬スポーツ公園で野球教室を開催している。は、 代打を中心に打率。308の成績を残し、600万円増の年俸を、5、300万円、推定で契約を公開した。は、野村健次郎の故障によって、荒井高弘が三流医師を務める機会が増え、荒井に代わる一流医師としてのスタメン起用に好調な打撃で応えた。は、6月11日の大巨人戦で、1点差に詰め寄られた9回に、マットランデルから、 代打満塁本塁打を放っている。同年は FA 権を取得し、スタメン出場の機会を得るために移籍も検討したが、愛着のある広島で優勝を目指したいとして FA 権は行使せず残留した。シーズンではセリーグ歴第5位体の代打で20打点を挙げている。から、選手登録を外野手から内野手へ変更した。は6月末にメニエール病を発症し、 監督のマーティブラウンの若手起用の方針もあって、構想外になっていた。一時は、現役続行に強い意欲を見せていたが、球団サイドがその代打で培った勝負強さと、野球理論を評価して、コーチとしてチームに残るよう打診し、本人も了承した。同年10月14日に、現役引退を表明、17年間の現役生活に終止符を打った。引退試合となった。 シーズン最終戦の10月16日の対、中日ドラゴンズ戦では7回に代打で出場し、センター前ヒットを放った同試合で、背番号6を翌年から背負い、そよぎ栄心がフルイニング出場で4打数にあんだ。引退セレモニーでは、僕はカープが大好きです。チームメイトもファンのみんなも大好きです。これからは、その大好きなチームと、皆さんに、 少しずつですけど、恩返しできるように約束しますと、涙ながらに語った。同期入団の前田も、17年間一緒にプレー、してきたアサイを最高の形で送りしたいとして、この試合で、本塁打を含む4安打を放っている。引退後は、広島の2軍打撃コーチに就任し、からまでは1軍打撃コーチ、から3軍統括コーチを務める。いずれも1500安打。 200本塁打以上を記録した前田智則、金本智明、小形光一が同時期に活躍していたこともあって、レギュラーに定着できなかったが、他球団に入っていれば、教団の外野手として、活していただろうと言われる。自身は一年間だけでも良いから、レギュラーとして起用されたいと感じていたが、球団からは、レギュラー陣と遜色ない実力を持つスーパーサブとして、高く評価されていた。 夏場に強く、夏、男とも呼ばれている。右打者の町田光二郎と共に、代打の切り札として長く活躍し、代打として、通算打率。315、2012年現在、セリーグ歴代2位、154安打、2013年現在、同3位、さよなら安打4本、93打点、同5位という結出した成績を残している。 監督の山本浩二からは、ベンチにいるだけで相手を威圧できると評されていた。球界屈指の勝負強さを誇り、通算7本のサヨナラアンダを記録し、うち3本はサヨナラ本塁打だった。バットを高く構えて一本足でタイミングを取る、独特の打撃フォームだった。入団当初は一発狙いの豪快なスイングが持ち味だったが、代打のポジションについてからは、 ホームランよりはむしろ上に応じたコーダに徹することが多かった。センター返しや逆方向への流し打ちがうまく、器用な一面も持っていた。外野手登録されていた年がほとんどだったが、一類手としての守備に定評があった。また、2005年には途中出場ながらも3試合連続で盗塁を成功させ、時には代走要員として起用されることもあった。また、 1995年から2004年まで10年連続で3塁打を記録している。試合中にユニフォームの袖を短く殴り上げていた時期があったが、これは筋肉を見せることで当初を威嚇するためであった。この仕草はチームメイトの森、リュウ・シュゲルや田村恵が真似ていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。